皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、皆さんが元気でいらっしゃることを願っています。珍しいことに、ジョングクとキムテヒョン BTS は、軍のキャンプで陽気な一面を見せました。というのも、最近、休暇の瞬間、仲間の兵士が撮影した瞬間に、二人が楽しく踊っているのが映っていたからです。その瞬間は、 テヒョンと BTS ジョングクが軍事訓練の厳しさを忘れて、陽気な一面を見せ、ほんの一瞬の時間を楽しんでいることを示しています。その瞬間、テヒョンとジョングク BTS は、以前に聞いたことのある音楽のリズムに合わせて同時に体を動かしています。その瞬間を撮影した兵士は、大声で笑いながらも、笑顔を抑えることができませんでした。 比率正しく肉体的に厳しい環境にいるにもかかわらず、二人の世界的アイドルがまだ冗談を言うことができるのを目の当たりにして彼らは熱心に踊り、時折、兵役からの短い休憩を楽しんでいるかのようにおかしな叫び声を上げました。テヒョンとジョングクが披露したジョングクダンススタイルが注目を集めた。普段はステージで並外れたカリスマ性を醸し出す二人が、 面白くて楽しませてくれる一面を見せ、現地のファンが、なんて愛らしいんだ。軍隊生活の厳しい状況でも彼らは元気と明るさを持っているんだとコメントしたからだ。彼らのパフォーマンスを録画していた仲間の兵士たちも聞いた。あなたたち二人、本当にユニークだ。これは間違いなく今日の最高のエンターテインメントだ。だから、笑いはずっと続いた。テヒョンとジョングクがノンストップで踊る中、 この瞬間はファンや仲間の兵士たちの間ですぐに話題となり、軍隊のキャンプでもテヒョンとジョングクの親密な友情と強い絆がまだ見られることを示していた。彼らの明るく兄弟のような一面は、すべての視聴者に特別な温かさを与え、ファンは彼らの前向きな姿勢をさらに誇りに思い、一般の人々もソーシャルメディアに肯定的な反応を殺到させ、 この瞬間は最も困難な状況でも幸せを維持することがいかに重要であるかを思い出させるものだった。一方、BTS、テヒョン・ジョングクは、その素晴らしい才能だけでなく、ステージ上や軍隊のキャンプでの謙虚で楽しい性格でも引き続き注目の的となっている。テヒョンと BTS のジョングクが軍隊のキャンプで楽しく踊っている動画が話題になった後、 世界中のファンが二人のアイドルにさらなるサポートと愛情を示した。厳しい軍事訓練の合間に彼らがリラックスできた珍しい瞬間は、多くの人にインスピレーションを与え、楽しませた。動画では彼らが踊っているだけでなく、冗談を言ったり、時には大声で笑ったりもしており、テヒョンは BTS のジョングクに面白い動きをからかって、二人がそれを真似て笑いを誘うなど、 抑えきれない笑いを誘っている。防弾少年団の二人の存在がキャンプに明るい雰囲気をもたらし、見守っていた仲間たちも思わず笑顔になりました。テヒョンと防弾少年団のジョングクが仲間の前でふざけ続ける勇気は彼らが決して明るい面を失っていないことを示しています。皆さん、今日の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。どう思いますか コメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。